何を言うかと思えば、今さら自分がシーリンだと名乗るのか。わけのわからないことを考えて頭がおかしくなったようだな。いいだろう、見せてもらおうじゃないか。お前がシーリンなら、お前はどうやってその願いを叶えて、彼女が壊せなかった世界を壊すんだ。そう、それこそあんたが今まで使ってきた手段だよ。あんたは自分のことをシーリンだと言って、悪意と憎しみを吐き出してきた。そういう方法で私と本物のシーリンを遮って、私が自分の正体を見つめる機会を妨害してきた。でもそれはあんたの願いであって、シーリンの願いじゃない。彼女の夢には激しい闇があったけど、温かい光もあった。複雑で矛盾した感情が彼女の中で入り混じって、なのにあんたは憎しみだけを見せた。ちょっと過去の記憶を見ただけで感情移入したのか。いいだろう、ちゃんと話し合おうじゃないか。希望、信頼、人類はそういう言葉を口にするのが好きだな。何度も嘘を繰り返す。あの真面目そうな研究員たちは、希望という名のもとにシーリンを連れて行ったくせに、彼女を地獄に突き落とした。憎しみの種はあの時にすでに撒かれたんだ。シーリンが二度と他人を信じなくなったのは、人類自身に原因がある。でもそこで彼女はアブローラ、アガタ、それにベラと知り合った。これはシーリンがあの実験室で出会った友達の名前。彼女が最後まで心配してた名前だ。シーリンは彼女たちのことを忘れてなんかいない。崩壊はシーリンの心を引き裂いたけど、彼女たちの姿をシーリンの心から消すことはできなかった。彼女たちを思い出すたびにシーリンは悲しくなる。最後まで彼女はみんなとの再会を望んでた。しかし彼女たちをシーリンから奪ったのも人類だ。あの子供たちは皆バビロン実験室の犠牲となった。彼女たちは死んだ。もう二度と生き返らない。たとえ死の律者の力をもってしてもできないことだ。何もなくなったシーリンには復讐しかなかった。彼女は神から授かった力であの地獄を血で洗い、悪魔たちが受けるべき審判を下した。あそこには無実の人間もいたが、シーリンにはどうでもよかった。彼女は自身の痛みを遠慮なく他人に与えた。でもそんな時でも誰かが彼女を助けようとした。テレサのことか。彼女は綺麗事ばかりで、シーリンの気も、それともジークフリートのことか。彼はただの弱虫、他人の言いなりになって優柔不断で何もできなかった。そう、頭数の一つとして数える価値すらない。セシリアに関してはシーリンに何らかの感情を抱いていたかもしれないが、憎しみの前で彼女たちはシーリンを殺した。それがお前の言った助けだ。あんたが何を言おうと、彼女たちは確かにシーリンの心にいた。果てしない暗闇の中でシーリンは終わらない夢を見てた。あんたにないがしろにされたぬくもりは、夢の中で彼女が最も手にしたいと願った宝物だった。生まれ変わって普通の人として友達を作って、平凡で幸せな家庭を、彼女は両親の愛情を、母親の声を、その腕に抱きしめられたぬくもり。彼女は希望を、幸せを求め、セシリアから教わった言葉を何度も繰り返した。その全てはコアの記憶に刻み込まれ、時を超えてその最後の祈りを未来へと届く。それが私だよ。私はシーリンが願ったもう一つのチャンス。表と裏だって思ってもいいけど、私たちはシーリンの願いから生まれた二つの魂。同じ私たちは
彼女の感情と記憶を共有してるのに何があんたに影響を及ぼしたのかは分からない。実験の苦しみ、崩壊の扇動、あの断片的な記憶は私にとって温かい夢だけど、同じ記憶でも違う目から映れば。そうかもしれないね。お前が何なのか知らないし気にもしない。私が生まれたい人類はシーリンを苦しませ彼女に全てを失わせた。だから憎しみの輪は永遠に終わらない。今のあんたはあんたの嫌いな人類だが、お前は数えてみるといい。家族、先生、友人、今までお前のせいで彼女たちは帰る場所を失い命を失う者すらいた。ああそうだ、こいつもいたんだったな。デナレス、忘れたとは言わせない。お前のせいで死んだんだから、たとえお前もシーリンだとしてそれが何だと言うんだ。お前には私に対抗する執念がない。ほら、コアが選んだのはこの私だ。なぜとどめを刺さない。どうせ一度は殺したんだ。そいつはあんたが作った。どうやらここは支配劇場じゃなく、まずそれなら何を企んでいる。今までリッチャコアが私を拒んでいたんじゃなくて、私がコアを向き合おうと決心したのに、心の中で無意識に。でもそんな弱さも今日までだよ。私は向き合おうとしなかった過去、封印した記憶、そしてそれらを乗り越えて本当の自分を受け入れる。培養層番号K423。 そう、ここだよ。ここが私の起源。シーリンは命の最後にやり直したいと、違う始まりをね。その願いから私たちは生まれた。生まれた？美化が上手だな。かわいそうなシーリン、死んだ後も安らかに眠れなかった。奴がお前と私を作ったのもその欲望を満たすためだ。でも止めようとしてくれた人もいた。彼らの選択が。Thank you.
前が誕生の話をしたから、その後の話も見てみようじゃないか。ああ、懐かしい景色だな。ここを覚えているか？東シベリア、あの男が娘を失った後、お前を渡すことを拒み、ネゲントロピーも天命もお前を探していた。彼らは突撃隊を派遣した。その後、何があったか。お前、あんたは私の中で私の孤独と恐怖を養分にしてた。私が一番、ああ、私はあのバルキリーたち、あまりにもしつこいから殺した。あの隊長、私を攻撃することもできたが、お前が子供だということに気づいた。それとお前の父親、あの男はベラとシーリンに害を与えたから、私は迷わず彼の腕を切り、彼はあの剣で私たちを殺せたのに、そうしなかった。できなかったの。全部お前のせいだ。恥ずかしいと思わないのか？平凡？幸せ？愛？この雪原で起きたことのように。最初からやり直す？なぜそんな甘い考えを持つ？世界はお前に悪意だけを見せる。なぜなら、お前の存在こそが世界への脅威だからだ。ここを覚えているか？ああ、忘れるわけがないな。10分後、彼女は死んでし、お前はいつもこの話題から逃げようとする。だがお前は分かっている。ああ、いいことを思いついた。ここで彼女を私は優しいな。そうはさせない。
ただの記憶の中の話で現実が変わることはないというのに、お前の望み通り彼女はまた戦場に行き、全力をかけて何の姫子先生は。じゃあ彼女が何を救ったのか言ってみろ。彼女が死んだ後、セーフレイヤーはバラバラとな、ライデン・メイはお前を裏切った、ブローニャもお前から離れることになる。違う、彼女たちは私を、彼女はお前に乗る、この全てを終わらせるチャンスはあった。あの日炎に包まれた天球師でお前は銃トリガーを引くことはできたが、なぜならお前は生き延びようとしたから。あの女が生き、それこそがお前が私から永遠、彼女はお前を救ったが、お前の心に呪いをかけた。それは彼女の執念。そろそろ決、クレイグジェム、懐かしい感触だ。シーリンは6つのジェムを持っていたが、今はその半、私はあんたを、お前にはできない。一つ教えてやろう。さっき見た階層の中で私に殺されたあの突撃隊の隊長のことを覚えているか。彼女の名前はラグナ、天命のバルキリー教官。お前は彼女を死なせ突撃隊を壊滅。しかし彼女は帰る場所を、先生と仲間を失った。皮肉なことにそこで彼女はまたお、私たちにそんな記憶はない。あんたがそんなことを知ってるわけがない。しかしこれにはわか、彼女の迷い、苦しみ、あがきはその最後で走馬灯のように現れる。彼女の運命は完全にお前にもてあそばれた。お前が彼女の人生を変え、彼女に死を与えた。まさに茶番だ。村田姫子、彼女こそが最高の証明じゃないか。お前が思うヒーロー、そしてお前は罪を償うために、あんたはただ彼女を憎んでるだけだ。いや、キアナ、私はこの半年間お前の目を通して、お前は全身全霊で赤の他人を助け続け、命を落とし、ともとも離れ、奴らはお前を受け入れなかった。お前の力を恐れているんだ。お前に救われた人たちはこれからも次から次へとやってくる悪意に、そしてお前をヒーローだともてはやす人たちは偽りの、お前に感謝していた人のことを覚えているか。彼女もクグツの一員だ。彼女がネゲントロピーの情報を漏らしたせいで、それが村、お前は永遠に奴らを救えない。この劇場にいる人、そしてこの劇場のセレサ、ジークフリート、彼女たちの全員は別の悪意に踏みつぶされ、そんな世界を前にしてお前はまだ美しい、私は信じること、口だけの偽善、私はいろんな人の夢を見てきた。律者のコアに残された意識の残響、記憶のかけら、彼らの人生、喜びと、誰しも苦しい思い出は持ってるし、窮地に立たされて絶望を感じることもあるけど、その後善と悪はまるで私とあんたみたい。確かにあんたの言ったと、だから人々、それが私、善と悪が共存するからこそ、悲劇を乗り越える明日を疲れにでも世界をより美しくする機会があると私は信じてる。たとえ自分の結末は美しいと言えなくても恥ずかしくはない。私の周りにはそういう人が、彼女が、彼女たちがそうしたから私はここにいるから、私は彼女の理想を
私がここにいる限り、彼女が。善は信念が必要なものだが。そう。だからこそ、あんたや、あの主。これで、私たちが相入れる余地はなく、互いを理解する可能性もない。珍しいな。私たちもはや会話を続ける人。あんたはもう怖くない。全力で今こそ。残念だ。先ほどお前がそいつを倒すことができていたら、敵は一体減っていたのに。どうしたんだベナレス。まだわからないの。なんだベナレス。ベラはシーリンの友達。彼女はシーリンが死、私たちはシーリン。彼女の願いから生まれた意識で、ただ私たちは違う。あんたの心にあるのは世界を壊す欲望の。ベラにとって私とあんた。ベナレスがお前を選んだ。彼女は私たちに戦ってほしい。憎しみを捨てて幸せ。彼女が選んだのは。ここは私の舞台だ。私の命令に従わない奴に。消えろ裏切り者。ベナレス。裏切り者を味方にしたからって、どうやらお前は自分の使い。調子に乗るなよ虫けら。そろそろ返してもらう。空の律者の力はもともと私さ。これが私たちの力の差だ。自分の愚かさを後悔するがいい。醜いぞ。しつこい。粉々に潰される前に
おとなしく自分の負けを認めろ。そしたら私も情けをかけ、痛みのない死を与えてやらな。いや、笑わせる。お前の仲間はまだ傀儡の相手をしている。コアの力は全て私の手中にあり、よく見るがいい。お前にはもう何。確かにあんたと戦うどころか。でも倒れるたび苦しくて、もう諦めようと思うたびに、焦げたピザトースト、辛くないパプリカカレー、私を助けてくれて彼女たちの笑顔、感謝。それを思い出すと、今まで私はたくさんのものをもらった。勇気、だから。何だと。私は今まで私がもらった空の律者のコアは私の、もっと多くの人たちに届けたいから。いや待て、これはプレイグジェムの力。私は彼女の理想を。なぜプレイグジェムがお前を認めた。あの女が使ったからか。違う、プレイグジェムは最初からあんたのものじゃない。ジェムに残った意識のかけらのくせになぜ反抗する。死んだくせになぜまた私の邪魔をする。彼女は抗争を一度もやめたことがない。これが彼女の炎、彼女の色だ。なぜだ、なぜお前は私に勝てると思うんだ。お前が善のシーリンで私が悪のシーリンだからか。そんなものは最初から存在しない。私が善を選んであんたが悪を選んだだけだ。